ちなみに、イノパクさんって何種類楽器弾けるんですか？いやいや、でも、一番まともに弾けるのはギターでしょ？ほう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 。まあ、ギターの流れでなんとなくベースも、まあまあ、弾けああ、る。まあ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 。ぐらいですよ。鍵え盤ー、はそそんうなにまともに弾けないし。なんだ。ああ、曲作るときだけって感じなんそうですか？そう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 。そう。あ、そうなんだ。ちなみに、弦楽器やってる人って弦楽器上手くなるの早いらしいですよ。ああ、でもなんで、そうだと思う、多分。バイオリンとかやってみたらどうですか？ あ、いや、バイオリン僕ね、実はやってたんですよ、中学生の時。そうなんですやってか？たの、そう。でもね、やめた。向いてやねえめなたとん思っだ。て。あ、向いてなかったんだ。なんか、やっぱ、レッスンがね、クラシック楽器ってこう決まったやっぱ工程を踏んで、だんだん上手になっあていくっー。はていいうのはいが、はい。結構やっぱ自分に合わなくて、ギターがやっわあ、ぱわかる。何が好きかって、こう寝転んで弾けるっていうのが一番よくて、え、寝転んで弾けるんですか？ギター。そう、弾ける。へえ。なんかそういう、なんかもう適当に弾けるみたいな楽器がすごい好きですね。ああ、なるほどね。確かに。なんか私もピアノ一時期習ってたんですけど、おお、なんかやっぱりクラシックとかをね、やらされるじゃないですか、練そう習ね、で。最初はね。うん。もう好きな曲弾きたいなって気持いちにや、なるわかかる。ら、わかる、わかそう。る。飽きちゃいましたね。あ、それでやめちゃったんですね。やめちゃいました、そう。そっか。うん、だからクラシック系とか何にも覚えてないんですけど、なんか一個練習させてもらってたやつがあって、日暮らしの泣く頃にの雪。そ あれれだを、けは、ピはアい。ノの先生にお願いして、そうってなんでこすよ。と？楽譜を持ってきて、なんかネットから落とした楽譜みたいなやつを。日暮らしの曲を。そうなんですよ。先生、これ弾きたいっつって。で、それだけ今も弾けるんですよ。大丈夫？先生に、これははどうい。いうお話なんですか？日暮らしはって聞かれなかったですか？いや、日暮らしってことは伏せて、アニメの曲ですっああ、て言っなるて。ほどね。はいはい。そうですごい結構平和なアニメの曲でっていうことに。そなるほど、なるほど、なるうそう。そうそうそうそほど。うそう。ほのぼの系の、ちょっと日常のね、田舎の生活を描いたストーリまあ、間違ってないね。ー。間違ってないですからね。いや、はでも曲は確かに素晴らしいですから、あれは。い。うん、そうそうそういや、そいい、もう素晴らしい、いいと思う。あ、それはでもやらせう。うん。てもらえたんだ。そう、やらせてもらえて、なんか発表会でも弾いた気がします。そう。許された、どうやら。すごい。しかも発表うん。会までやってたんだ。そうですね。なんか、でもそういうのばっかり弾かせてもらえるんだったら、まだ続けてたかもしれないな。確かに。私も、ギターも練習したんですよ。ベーあれスでしも。ょ？なんかお父様になんか、あ、そうです、そうです。ねなんかロックで使われがちなコード進行だけ教えてあげるって言われて、え。ちゃんちゃか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 みたいなやつを なんだ教ろえてもらって、う。で、それだけ覚えて、あ、じゃあ弾ける。爪がボロボロになったんでやめました。まあ、爪はね、爪は確かにもう犠牲にせざるを得ないですそうでね、すよ女性のね。場合は。あ、ギターやってると爪強くなります？爪よりはね、指のう先のん。皮がめちゃくちゃ熱くなる。あ、まあそうですよね。爪はもう、まあ大体深爪、常に深爪みたいなあ、そうなんだ。感じかな。なるほど。あ、じゃあもうそっ弾けか、たらよかったな。爪があ、ボロそうボなんロでになっすよ。たおかげでやめてしまったんですね。はい。弾けたらよかったなって思うんですけど、いまだに。じゃあ弾けうん。る楽器っていうのは別にないっていうこと。あ、まあ、ピアノって弦楽器に比べたら楽だなっていうふうには思うんああ、で、なる今ほど。から猛特訓すれば多分、全盛期に戻れるかもしれないでまあすね、まあまあ、実際発表会とかはやってるわけだから、そうですね。ある程度の素養はあるっていうことですね。うん。ほうほうまあ、ほう。何かしら、やれって言われたら頑張ります。なるほど。あ、じゃあライブで、じゃあはい。やってみましょうか、鍵盤っていう可能性もはい。ゼロではないと。ああ、そうですね。半年ぐらい練習させていただければ。おお、今ちょっと皆さん現地を取りましたということで。できますよ。そうなの？ そうそう。トいや、ランでペッも、100年くらい吹いてないんで、今どれくらい吹けるかわかんないんですけど、トランペットいいじゃない吹けですます。いいですよね、トランペッか。ト。
じゃあ、ライブで。小学生ぐらいの時にやってました。お、じゃあ、ライブトランペット。ライブで、じゃあ、歌いながらトランペット。それ、いいじゃん。めっちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれ。歌いながらトランペットってできるんですか？いや、それはできますよ。いや、それはもちろん、歌ってるパートとは別よ。そのトランペット。別ですけど、ね、はい。できますよ。だって、ステラステラだったらトランペット入ってますから。あ、そっか。弦楽器たくさん入ってる。はい。はい、弦、管たくさん入ってますんで。あ、そうだ、管だ。はい。え、管何が入ってるんですか、ステラステラは。あれは、トランペット、トロンボーン、サックス。うん、おやってる。私、サックス好きだな。サックスいいですよね。いいですよね。はい、ジャジーなのが好きなんで。わかる。いい響きがする。なるほど。初めて知りましたね、そうなんですよ。はい。